さあ、茨城県大洗港フェリーターミナルにやってまいりました。約8ヶ月ぶりの大洗港となります。今日は今からサンフラワーの深夜便大雪に乗りまして北海道苫小牧まで行きたいと思います。早速乗船手続き。さあ、ということで発券手続き、簡単に終わりまして、目の前にあるのがサンフラワーの大雪、深夜便でございます。深夜便はこっちの渡り廊下で、夕方便はこっちの渡り廊下みたいですね。確かそうだったはず。で、今時間が22時過ぎなんですけども、22時半ぐらいから徒歩では乗船ができるみたいなんで、もう一番にね乗船しちゃおうと思います。出港は1時45分やったかな。だいぶ先ですけれどもね。まあ今のところ車はすごい少なそうですね。大洗のターミナルはこんな感じです。2階が待ち合いのロビーになってますね。ぼちぼち人がいます。で、今回大雪に乗るのには、2つ目的がありまして、まず1つがこの深夜便っていうのを乗るのは初めてなんですよね。で、深夜便は、知床と大雪っていう2つあるんですけれども、実はこの深夜便の2隻は来年、新造船に交代するということが決まっておりまして、まあ、その前に、乗って5船員をゲットしようということ、これが一つ目の理由ですね。じゃあ知床も乗らないといけないじゃないかっていうことにはなるんですけども、それはまた別に考えます。それともう一つは、今年10月1日から始まりました端っこスタンプラリーの第2弾、これのスタンプを大雪の中でゲットしたいというふうに思います。そしてそのまま、次の目的地のノサップ岬へ向かうと、こういうことになりますよ。いやいや、もうすでに今年3回目の北海道入りです。今乗船案内あったんで、こっちから行っていいんだろうと思います。行ってみましょうか。エレベーター、案内所エレベーター、エレベーターはまあいいとして階段で上がりますか。おお、すごい、なんかいかにもフェリーって感じですね。これ紅紫やなんかとは全然違います。これぞフェリーって感じ。この年季の入った感じもいいっすね。これはこれでね、なかなか味がありますよ。もうこういう感じで39で、ここですね。おっとっと、39番、ここです。こんな感じの4人部屋、他に誰が来るんかは分かりませんけども、一番奥にはこういうなんか椅子とテーブルも置いてありますね。で、2段ベッドではなくて1段になってる。コンセントありますね。で、照明もあります。蛍光灯やな。これにちょっとした荷物置きですね。これもよくありますね。で、これはテーブルかな。あ、テーブルになってるんで、これ荷物置きとかですね。あ、荷物専用だなって書いてあります。で、カーテンが閉めれるようになってると。で、この下に多分、あ、
救命胴衣とかじゃないんだ。荷物入れ荷物入れみたいになってねんの。これは？あ、ここ一応クローゼットみたいな感じ使えるようになってる。一ベッドに一つあんのかな？一ベッドに一つじゃないな。二ベッドに一つぐらいな感じですね。こんな感じになってます。一応こういう感じでベッドメイクもしたんで、ちょっと軽く見て回ろうかな。やっぱり貨物主体の船っていうことで、かなりトレーラーの出入りが激しいですね。おそらくこの辺に並んでるコンテナっていうのは全部船に積んじゃうんじゃないかなと思うんですよ。ひっきりなしにトレーラーが行ったり来たりしてます。この船ってやっぱり貨物主体っていうこともあって、あんまりその旅客に力を入れてないっていうか、まあ力を入れてないっていうことはちょっと語弊があるかもしれないんですけども、紅紫みたいにね、派手な内装があるわけでもなし、スタッフの方もかなりやっぱり少ないと思うんですよね。お客さん対応するスタッフの方っていうのは多分ね、男性の方で3人ぐらいしかいないんじゃないですかね。女性のスタッフの方もいないみたいですし、そういう意味ではなんかすごく素朴な感じもします。必要最低限のサービスしかしないみたいな、そういう潔さも感じられますね。あと僕の部屋なんですけれども、残念ながら貸し切りということにはなりませんで、一人あのおじさんが入ってこられました。今現在2人なんですけど、まだひょっとしたら来るかもしれないですね。まだ乗船は続いてますんでね。これね、トレーラーの運転ってね、なかなか難しいんですよ。で特にね、バックが難しいんですよ。僕は昔バスフィッシングやってた時にボートをトレーラーで引っ張ってたことがあるんでよくわかるんですけどね、バックするときはね、ほんとハンドルをどっちに切ったらいいかわからなくなるんですよね。だからね、このトレーラーのね、運転をね、上手にやる人っていうのはね、ほんと尊敬しますよ。もう時間は12時を回ってるんですけれども、荷物はどん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 来てますね。いや、こういうのを見てるとね、本当にトラックドライバーさん、それからこういったフェリー、こういったものが日本の物流を支えてるんだなっていうのを強く感じますね。こんな夜遅くまで本当にご苦労様です。出港までまだ時間があるんで、お風呂行っちゃおうと思います。いや、めっちゃ気持ちよかった。なんといってもサウナがあるのがすごいわ。いや、数あるサンフラワーの船の中でも大浴場だけで言えばこの大雪知床がやっぱりナンバーワンじゃないですかね。なんといってもサンフラワーでサウナがあるっていうのはもう大雪知床だけですからね。他のフェリー会社でもサウナのある船っていうのはあるんですけど、これね、水風呂は多分なかったと思うんですよね。こうサウナと水風呂がセットになってあるっていうのは、これはね、素晴らしいですよ。これ新造船になってカモイピリカになった時にこのサウナがどうなるのかっていうのはちょっと非常に興味がありますね。されました。動き出しました。ちょっと予定より早いんかな。
今時間が10時3分なんですけれども、今、ベッドから出てきました。目は覚めてたんですけどね、ベッドから出ずにゴロゴロしてたっていう、そんな感じなんですけども、今現在、岩手沖ですかね、岩手沖釜石あたりを、航行している感じになります。ちょうど半分ぐらい来たところでしょうか。天気は曇ってますね。波は穏やかです。なんかこの船ね、船内放送とか全然ないですね。出航前にちょっと会いましたけども、おはようございますっていうような船内アナウンスとかもなかったですね。揺れはね少しありますけど、まあまあそんな大したことはないですね。さあ、そしたら腹減ったから飯食おうかな。もうすぐね、知床と観光です。ここにお手洗いが男女ありまして、こっちが喫煙室で、アルコールの自販機、ソフトドリンクの自販機で、ここにソファーもあってテレビもあると。マッサージチェアが2台で、ここがまあ共用のスペースですね。レストランはないんで、皆さんここでご飯食べたりされます。でこれは昔はここに調理場があったみたいですね。その名残です。ここにもアルコール、カップヌードル、お菓子など冷凍のお弁当、電子レンジで温めます。明治の自販機、これがお茶とかコカ・コーラ、テレビがあります。でこの先が展望ラウンジ、フォワードサロンみたいな感じですね。でここが今向こう入れなくなってるんですけど、この先にデラックスルームっていうのは2部屋があるんですけど、ちょっと今販売はされてないみたいで立ち入り禁止になってます。で婦人用の浴室がこっちにあって、でここが階段なんですけど、この先に紳士用の浴室、その手前にゲームコーナーがあると。紳士用の浴室で、ここから外に出れると。こんな感じです。僕はね、何回もここに出てきてるんですけどね、他のお客さんに出会ったことがないですね。みんなあんまり展望とか興味ないんですかね。じゃあ下に降ります。
これ上がね、これ A デッキって、下が B デッキっていう風に呼ぶみたいですね。インフォメーションは閉まってます。で、この先がトラックドライバー専用のエリア、入っちゃダメみたいですね。ここに端っこスタンプラリーのポスターがあります。コインロッカーと喫煙コーナーがここにもあります。ここには雑誌やなんかが置いてあるのと、あとね、ここに電話があるんですよね。この電話は多分使えると思う。カードで使えるんじゃないかなと思いますけどね。まあ多分使う人そんないないと思うんですけど。で、このインフォメーションからこっち側のエリアがベッドルームっていうことになってますね。そしてここにもソファーがあります。で、ここから外に出れるようになってるんですけど、ここにペットルームっていうのもありますね。ただね、ペットルームっていうのは、客室へ持ち込むことはできません。なんで、ウィズペットルームじゃなしに別に預けるっていう形になるみたいですね。で、ここが乗ってきたとこですね。下船口になってるんですけど、ここから乗ってきたっていう形です。で、ここから先はこう回廊状みたいな形になってて、ぐるっと回るようにはなってます。こうですね。こっち側の後方の方にはもうとにかく行けないような感じですね。後方には行けなくなってます。さあ、そしたら端っこスタンプラリーのスタンプをゲットしようと思います。はい。